はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。 MS でございます。はい、今回もですね、早速やっていきたいと思います。はい、でこれがですね、ようやく届きました。長いこと待ってたんですけどね、なんかね、今回はちょっとね、遅かったですね。まあ、ダイアナと一緒に頼んだんですけどもね、こいつが1週間ちょい遅れて届いたんで、本当に届くのかなっていうぐらいでね、まあ、ボイスキーさんにしては一番遅かったかな、届くのが。2週間ちょいかかったんで、いつもは2週間もかかんないんですけどね、ちょっとドキドキしてましたけどね、やっと届きましたね。じゃあちょっとね、中身の方見ていきたいと思います。はい、中の方はこうなってます。こちらの方ですね。説明書。もうハンペラではないですね。ちゃんと2枚ページ開きになってます。まあ、操作方法と、まあ、電池の入れ方。一応なんか分解方法もあるみたいですね。このようなマニュアルになってます。バレルの方と、本体。で、電池ですね。で、カート。金属カートと、ドライバーが入ってますね。で、充電ケーブル。充電ケーブル。あれ ?2 つ入ってる。充電ケーブルと。というような構成になってますね。あと、ここにマガジンが刺さってますんで、部品構成はこういうような形になってますと。それではね、中身取り出して、組み立てと外観チェックの方をやっていきたいと思います。はい、それではですね、とりあえずね、バレルを組んだ状態ですね。まだバッテリーとか取り付けてないんで、とりあえずこの状態で外観チェックの方行ってみたいと思います。はい、まずはいつも通り左側面からですね。こういう感じのね、質感になってます。結構ね、マットな仕上がりでね、傷一つなくていい感じになってます。で、こちらね、セレクターあります。こちらもちろん、セミフル切り替えになってます。ただ、ボタン押せるんですけど、関係ないんですよね。押さなくても動くというね。ボタンは動いてます。右側面はこういう感じですね。こちらの方、刻印入ってます。上から見るとこういう感じですね。下から見るとこういう感じになります。後ろから見るとこういう感じですね。サイドピクチャーはこういう感じになってます。正面から見るとこういう感じですね。ちょっとね、レーザーがね、簡易的に取り外し式になってるんで、ちょっとね、これ出ちゃってて格好悪いんですけど、まあこのような感じになってます。まあね、各部見ていきますと、セレクターの方はさっき説明しましたけども、トリガーの方は金属。まあこの辺も金属ですね。で、セーフティーももちろん動きますと。で、こちら、タンジェントサイトですね。こちらの方もちゃんとね、動きますね。で、このバレルはですね、こちらの下の方ね、この芋ネジを外せば、バレルの方に溝が切ってあるんで、まあ、そこで固定されると。ただね、センターがね、出せないんで、ここちょっとまあ、いい加減な、あれになっちゃうんですけども、まあ、頃合いのいいところで止めてあげてくださいと。で、あとちょっとこれ、ボルトがかなり広いかな、ここ。もうちょっと細いような気もしますけども。で、こちらね、エキストラクターもちゃんとライブで動きます。で、まあ、持った感じはですね、やっぱこうグリップ太いですね。バッテリー入れなくちゃいけないんですけど、まあ、ね、ルガー P08 の時もそうだったんですけどね、若干厚いんですよね。まあ、メカを入れなくちゃいけないんで、しょうがないんですけども、まあ、グリップはね、如実に角張ってて、まあ、すごい分かりやすいですね。ここなんかもそうですけど、まあ、アルミは取ってあるんですけど、角張った感じ。まあ、本体の方はね、そうでもないんですけどね。こちらの方はちょっとね、グリップは違和感があるかなって感じですかね。まあ、握りにくくはないですけども。で、マガジンキャッチの方ですね、こちらを押しますと、マガジンは一応自重で落下はしてきます。さっき途中で止まりましたけど。はい、で、マガジンはこういう感じですね。この下の止めはね、なんか前回のね、C96、フィンガーアクションの方とね、あんまり変わらないですけどね。ここのね、カートのね、あれがちょっと違うんで、ただこれ今なんか、上下が怪しい上がってこない、うまく上がってこないですね。これなんかまた調整しないといけないのかなで、レーザーの方は本当にね、ここただ単に突っ込んであるだけなんで、この方に行けばオーリングで止まってるだけなので、まあ、2箇所溝切ってありますけども、こちらだけで止まってますと。で、充電器、どっちかな、わかんないですけども、多分これバッテリーの充電器で、これが、
こちらのねレーザーユニットの充電器になってます。で、まあ、取り外せば、まあ、こういう感じでちゃんと耳は良くなりますのでね、まあ、気に入らない方はこれ外しとけば問題ないです。でちゃんとねあのレンチも2つとねあのマイナスドライバーもついてるんでね、分解に必要なものがついてます。でね、こちらはカートなんですけども、カートはねちょっとね形状がだいぶと違いますね。9ミリ系ぐらいのあれになってますんで、モーゼルで使う玉とはちょっと違いますね。それではですね、電池入れる前にですね、前回のこの C96 とちょっとね違い見てみたいと思います。外観はね全然ね、こっちの方がね金属を多用してるんでね、全然違いますね。やっぱりこうフラなんですけど、こいつはもう金属製なんで。今グリップ周りを見てもね、かなりちょっと違うと思うんですよ、こういう感じ。まあこいつも厚いんですけどね、まあ基本構造はね一緒だと思うんで、こういう感じですね。はい、とか、まあ、後ろの見栄えもそんなに変わんないです。厚さは若干こっちの方がやっぱり見かけ上あるかなって感じですかね。ちょっと測ってないんですけど、パッと見ちょっと太いですよね、全体的に。まあ、左側面の方はそんなに差はないですね。で、右側面の方も、まあ、刻印自体もそんなに変わってないですし、まあ、セレクターがちょっと貫通してるのかな、こういう感じになってます。でタンジェントサイトの方もまあ変わってないですけどね、やっぱりこう見てもらう通りボルトのね先端の形状が全然違いますね。これぐらい細いんで、これもちょっとね形状は違うんですけど、細さはこれぐらいなんで、でなぜかこのね印刷をね 1000m の方が逆になってるというね、これ確認してないんですけど、どっちが正しいかちょっとよくわかんないんですけど、線の文字が逆と。で後ろで確認できるのが、ちょっとボルトの形状がちょっと違うのかな、まあ、下回りもこういう感じですね。まあ、バレルの分解方法は一緒なんですけどね、やっぱりねこれはね金属製になってるのと、あとこうねバリが全然パーティングラインとか、こっちはね結構ねバリとかねパーティングラインが目立つんですけど、まあ、前のやつはね全然質感がちょっとね全然違うんで、外観的にはこっちの方がいいかなって感じですかね。まあ、重心もねかなりねこっちは細いっていうか、どっちが合ってるのかな、こっちが多分太すぎるんだと思うんですけどね、重心的に。でマガジンの形状もねこれやっぱ全然違うので後ろの方も違いますし、もう全然違うという形になりますね。まあ、もちろんカートが違うんでね全然違いますけど、まあね実際こちら見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、長さっていうか、まあ弾頭の部分がねここねボトルネックのとこまでないですし、でもちろんね太さとかももちろん全然違いますからこういう感じで本当に、ね、一回り大きいね9ミリぐらいのサイズになってますので、ちょっとここはね残念かな。まあ多分これの関係であのボルトが大きくなったりとかしてると思うんですけど、でこのカートですね、あの、まあ、ご記憶の方いるかもわかんないですけど、どっかで見たかとは思うんですけども、でボルトの形でもやっぱこうなってます。もう全体的にねかなり平たい感じでね、ずぶとい感じになってますね。でこちらもね全然違います。なんでここの開口部の全然アレンジ感がねすごいですよね、全然違いますから、まあ、これぐらい太くなってるという感じになってます。まあちなみに余談なんですけども、僕のこれあのちょっとこのねボルトを削ってですねボルトストップしてるんですけど、このマガジンを抜くともう自動で前進するようにボルトを削っちゃいました前はねこの状態で抜いても前進しなかったんですよね、ボルトが止まった状態で、でちょっと叩き込むと入るっていう感じだったんですけど、なんかね僕のイメージはちゃんと戻ってくれるのが正解なのかなっていうのもあったんで、このような感じでちょっとね削り込んで、まあ使ってたらねなると思うんですけど、削り込んでこういう感じで自動に戻るようにはなってます。それでは実際に電池の方入れてですね、ちゃんと動くかどうか確かめてみたいと思います。はい、でねバッテリーをまず入れようと思ってですね、今グリップパネル外したんですけども、まあこれが入れるとこあるのかっていうぐらいの状態ですね。これ説明書はねなんか簡単にねもうなんかぶっ刺してくださいぐらいしか書いてないんですけど、相当これ入れるのがね
苦労しそうです。もうこれギリギリですもん。どうやって基板とか配線取り回そうかなって感じですね。で一応使用バッテリーがちょっと見にくいな、 11.1V、550mAh、 そのような感じの電池を使うみたいです。それではちょっとね、試行錯誤して放り込んでみたいと思います。はい、というわけでですね、ようやく収まりました。もう訳がわからんっすなんかね、パズルやってるみたいな感じで、ね、全然ハマんなかったですね。とりあえずこっちを外して入れてくださいだったんですけども、外したらですね、まあ、こちらから入れた方がいいのかなって感じですね。なのでここを押さえつつ、こいつねネジ貫通してるん でネジを入れるね、あの配線がいろいろとややこしいんでネジですね、この位置を確認しつつこう配線を取りますという感じですね。今ここにバッテリーが入ってて、ちょうどね印刷面がこっち側向くようになってて、でこちらの方に基板が入ってるような状態です。でこれで入れてようやっと入りました。10分ぐらい格闘してましたけどあんまり抜きたくないな。そのような感じで、ね、めちゃくちゃ入れにくいです。まあここに収めないといけないのはわかるんですけど、もちっとちっちゃいバッテリーあったんじゃないのかなっていう感じがします。で今はこのような状態になってて、特にスイッチ類があるわけでもないので、これでとりあえずちょっと引き金を引けば多分打てると思いますので、ちょっと引いてみます。おお、打てた。なんか連射になったけど、もうちゃんと出てますね。なんかけどなんかウィンって感じで、ブローバックっていうよりはやっぱこう引いて動いてるって感じですかね。おおおフルオートはこんな感じですね。うん、はい、まあ、動きはね結構軽快な感じじゃないでしょうか。じゃあちょっとレーザーを入れて、あ、ちなみにですねレーザーなんですけども、よしと、あ、このパッキンやだな。これね加圧式になってますんで、あとまあこっちからねエアーが出るんですよね。ここにねエアータンクが入ってるんでボルトも厚いんですよね。こうなってるんで、それも関係もあってちょっとね、ボルト周りの形状ですね、カートも相まってなんですけどちょっと違うと。でこれがねエア加圧式になってますんで、吹くとですねあれ吹くとつきません充電されてないのかな、いつもちょっと充電されてるんですけどちょっと充電します。はい、ね、レーザーは充電中なので、とりあえずこちらですねただ単に動くかどうかの動作チェックをやってみたいと思います。ちゃんと排気をするのか。相談数は10発のはずです。一応ちゃんと入りましたけど、ちょっとねこのフォロワーの上がりが悪かったんでね、うまく入るのかな。いきますね、ボルトを敷きます。ちゃんと送られるかな、ちゃんと送られてますね。ではちょっとねセミオート行ってみたいと思います。おお、おお、出た出た。おお、すごいすごい。ちゃんとね、上に配球されます。はいはい。じゃあちょっと残りはフルオートで。おお、すごい。なんかポコ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 言ってたけど、すごい。ちゃんとね、出ましたよ。そして、これを抜くと前進する。おお、素晴らしい。でエア加圧式なんで、なんかね切り替えの時になんかおかしいですね。たまにフルオートの状態になりますね、セミオートが。エア加圧式にしてる、全然エア出てないんだよ。けどね軽快にね弾き出されましたね。方が悪いのかな。もちろんねセーフティーもかかるんで引きませんと。でオフ、はい、ちゃんとね打ち切りますし、空のマガジン入れて引けばちゃんとねホールドオーブンもきちんとします。おお、これはやっぱ素晴らしい、いいな。やっぱこれじゃないとダメですよね。こっちもね楽しいんですけどね、
指切りで、ね、フィンガーアクションなんでね、これも楽しいんですけど、今弾くとめっちゃ重たいな楽しいんですけどね、これもいかんせんね、手動セミオートなのでやはりね、社内式にね、シュネルファイヤーだとこういう風なね、セミフル切り替えてないとやっぱりね、面白くないじゃないですか。いや、これ素晴らしいな。それではもう一度ですね、フルオートでいってみたいと思います。お、ジャムったいいね、よ、ではいきます。おお感動ですねこれどうなんでしょうね、あの速射速度っていうのはこんなもんなんですかね、秒間どれぐらいになるんだろう、わかんないですけど、いや素晴らしい。まあね、なかなかね、このモデルガンだとね、ここまでね綺麗に配球をしてくれないですよね。調整調整また調整ということですね。もううんざりな感じなんですけどね、ここまで綺麗にねフルオートで打てるっていうのはね、素晴らしいと思いますよ。なんかカートが一発どっか行ってる、あったあったうん、すごく快調ですね。いや前回のねテックナインとは大違いですね。やっぱりね、箱出しでちゃんとまともに動いてくれないとねまあヤン優勢あさこがダメなんですけどこいつはね、あのいい感じに仕上がってますね。それではですね、充電の方終わりましたのではい、出ますね。はい、というわけでね、無事レーザー出ますので、ちょっとね、懐かしのヤン優勢にはヤン優勢ということで、もう全然動かしてないけど、これ動くのかなって感じですけどね、ちょっと行ってみたいと思います。電源オン、お、入りますね、一応電源は入った。ボタンを押すとローラーが回るんだ。お、動くね、まだギアも動くね全然動かしてなかったけど動く。ではね、ちょっとね行ってみたいと思います。レーザーを差し込みまして、この状態だと出るのかな、多分出ないと思うんですけど、はい、やっぱ出ないですね。弾を入れないと出ないのかな。はい、ではいきますね。あれレーザー出ないぞ。おや、あ、出た出た動きが遅いな。出た出た、なんか2発廃墟されてる。はい、なんか出ましたけど、なんか出たり出なかったりしますね。まあエアーがね、ちょっとね薄いっていうか弱いんで、こいつを感知するだけのあれが出ないのかな。はい、あれからねちょっと打ちましたけど、ちょっとね調子が悪いです。2発発射されるんでね、ここのねクリップがねやっぱちょっとね開いてきてるんですよね、若干。まあ、押さえがないんですけど、ここがちょっと開くことによって2発中断されちゃうんですよね。あとレーザーなんですけども、どうもね初段がねレーザー出ない。今出るかな。あ、出た出た。でもうまくコッキングされてないと出ない感じですね。はい、というわけでですね、今ちゃんと出ましたね、レーザー10発分でね、腹痛廃墟っていうんですかね、それも起こらなかったですね。1発打って廃墟するときにリップが弱ってるんで一緒に排出される。
まあ、そのことによって、まあ、ジャムったりもするんですけども、まあ、そういうことがちょっとね開いてくることによって起こるようになりましたね。ちょっとね次はフルオートでちょっとね前段出るのかやってみますね。ちょっとねこのレーザーターゲット充電がないみたいなんで、このターゲットの起き上がりがすごく遅い。追従はしないと思いますけどね、ちょっとレーザーがちゃんとフルオートで出るのか見てみたいと思います。それでは次はフルオートですね、レーザーがちゃんと追従して出るのかやってみたいと思います。でこれなんですけど、ちょっとねリップの部分が開いてきてましてですね、どうもね誤廃棄をしちゃうんですよね。一発相談してリップが緩んでるんで、こっちから勝手に廃棄をされちゃうっていうねことが頻繁に起こるようになってきたんで、ほんのちょっとのことなんですけど、やっぱりこのプラのたわみがどうもあまりよろしくないようで、黒猫さん直伝の内側にアルミテープを貼って調整するか何かしないとちょっとね具合悪いですね。では入れまして、初段装填しまして、フルオートに入れます。では追従するんでしょうか、やってみたいと思います。はい、一応ね映ってるかどうかわかんないですけど、目視ではレーザーちゃんと追従してました。一発一発出てました。そしてジャムることなくホールドオープンもしております。まあね、先ほど言いましたようにリップ部分が開いてるとどうしてもね勝手にビヨンとここから出ちゃう症状が起こるようになってます。まあ、レーザーターゲットでの実写はこのような形になります。はい、皆さんこちらのねモゼルカートなんですけど、まあ、なぜこのようなね大口径の9ミリ近い口径になってるかと言いますと、皆さん記憶にございませんでしょうか。よーく私の動画を思い起こしてみてくださいというね、引っ張ってもしょうがないんですけども、こいつですね、これです。マキシム9のねカートとね全く同型で一緒なんですよ。これね、マキシム9の方にねついてるねプラスチックカートと金属カートありますけども、これね今モーゼルの予備で買ったやつじゃないですよ、マキシム9のやつですからね。でこれ、はい、どうです、一緒です。どこをどう通っても一緒です。なのでこちらのですねプラカートもですねもちろん一緒ですね。こういう感じで、まあ、もちろん一緒なので、どちらでも使えます。モーゼルでも使えます。もちろんこっちのモーゼル用もマキシム9で使えると。まあ同じ形なんでね、使えないわけがないんですけどね。まあね、電動ブローバックっていうことですね、なんかね、仕組みがね、一緒なんですよね、結局。まあエアー圧でね、この感圧式で、レーザーを動かすっていうことになってるんで、結局ここにねエアータンクがあるんですよね。ちょっとね丸みを帯びてこう下の方までなってるんですけども、ここにエアータンクがあるんですよね。でまあ結局ね容量が小さいんですよね。マキシム9の時もちょっとね改良してやりましたけど、まあ、ここにねシリンダーあるんですけども、これがねすごくね口径がちっちゃくてですね、まあ要するにでも弾も打ち出せないような状態だったんですね、7ミリザーズでも。まあ、このような仕組みで、僕はちょっと機密をアップさせて、ヘタレだった初速もね20台が出るような形になってましたんで、じゃあね実際にこのモーゼルはどれぐらい出るのかっていうのをねちょっとねやってみたいと思います。はい、それではですね、はじめにですね、プラカートに詰めたね、7ミリダーツ弾、こちらの方10発と、で、金属カートの方にね、水弾も詰めてみました。もうこの水弾ね、いつ作ったやつかわかんないんでね、結構ね、入れたらね、スカスカになってるんで、ちょっとね、径ちっちゃくなってると思うんで、正確な数字は出ないと思うんですけど、まあ、マキシム9の時もね、改造してっていうかね、機密上げてもですね、こいつはね、初速があんま上がんなかったんで、多分一緒だと思うんですけどね。水弾よりかはダーツ弾の方が性能がいいというような結果だったんで、今回もちょっと行ってみたいと思います。はい、ちゃんと送り込まれましたね。あと危ない危ない。レーザーが入ったままですね。それではね、ちゃんと打ち出せるか行ってみたいと思います。まず一発目ですね。
はい、出ましたね、ちゃんと 17.2、 はい、18.9、 はい、16.9、 16.6、 16.7、 17.9、 15.9、 17.9、 17.0、 18.0 と、はい、マキシム9よりかは安定して初速出てますね。マキシム9の時はね、一桁が多くて、まあ、10台なんか出るか出ないかぐらいやったんですけども、だいたい15から、まあ、20は出ないですけど、かなり安定してますね。まあ、これはちょっと素晴らしいですね。もしかしたらちょっと水弾の方もいけるかもわかんないです、はい、水弾の方カードも詰まってますんで、これでちょっと行ってみたいと思います。さあどれぐらいでしょう。わあ、やっぱ低いな。 6.8、 5.0、 2.0、 もう玉ポロですな。 6.6、 3.6、 計測不能でした。 2.0、 2.2、 3.2、3.2 かな、測れたのかな今。まあ、このような感じでやっぱり水弾はダメですね。まあ、ちょっとね、作り置きなんでね、なんとも性能は判別しづらいですけども、多分、マキシム9の時と一緒で、水弾ではちょっとね性能が悪いっていう形になりますんでね、久しぶりにね取り出してみたんでね、ちょっとこいつもね初速が下がってるのかどうかちょっと見てみたいと思いますね。性能を維持しているのか。まあ動作は問題なかったんでね、どうでしょう。おい、20.4、 おお、はい、20.7、 22.0、 20.5、 20.7、 21.5、 20.8、 22.0、 はい、19.8 と、 23.6 と、はい、ね、問題なく快調に動いて、初速の方もですね20台で安定した状態で保たれています。いやね、全然動かしてなかったんですね、これ半年ぶりぐらいなんですけど、全然問題なく動きますね。いや、これもねフルオートできたら楽しいと思うんですけどね、いかんせんセミオートだけなんで。いいですね、こちらも。はい、それではですね、まあやるつもりはなかったんですけどもね、何気に初速が安定してたんでね、4メートル実車の方やってみたいと思います。ね、水弾じゃなくてね、7ミリダーツの方でですね命中率見てみたいと思います。一応セミで10発打ってみたいと思います。はい、ですね、まあマキシム9よりかはね結構まっすぐ飛んできましたけど、かなりね右寄りになりますね。あの中心からね30センチ以上はね離して打ってるんですけど、左側にそれでようやっと真ん中ぐらいに行くかなっていう感じですね。まあ、上下のブレはねそうなかったかとは思います。はい、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。ヤンユー製のですねモーゼル本当の M71 ですね、電動ブローバックで廃墟式、そしてレーザーとダーツモーテルですね、このマルチなモーゼルのご紹介でしたけども、いやーこれ本当にね素晴らしいですね。ヤンユーのテックナインがヤンユーじゃないわ、ヤンユーさんは悪くないな、あさこが悪いな、あれがねちょっとね衝撃だったんですけどね、もう全然問題なく快調に動きますね。これぐらいでないとね、やっぱり当たり外れにしてもですねちょっとひどいかなっていうのはあるんですけども、全くね打てなかったっていうのはちょっとね最近なかったんでね、で反対にこういう感じでねバッチリ打てるっていうのがね素晴らしいですね。でやっぱりねちょっとねカートはね気になる方はちょっとね気になると思うんですよ、このねちょっとサイズが大きいやつで。まあね外観の方もですね、ここをねちょっと
とね、口径がちょっとでかいんですよね。まあ、このね、ユニットを入れないといけないんで、どうしようもないんですけども、ちょっとね、口径がでかい。まあ、マルシンさんのね、8mm もちょっと口径でかいんですけど、で、あとね、僕のモデルだけかもわかんないですけど、このね、トリガー、セミオートでね、たまにね、フルオートになる時があるんですよね。なんか引き切りが甘いとね、なんかこう、フルオートになっちゃう傾向が多いです。きちっとね、引き切ればね、ちゃんとセミオートなんですけど、なんかこの辺のフィーリングもなんかね、マルシンさんの、ちゃんと引き切らないとフルオートになりますよ、みたいな、そういうノリになってますよね。ちゃんとね、ここのボルトのこれも動くんですよ。で、まあね、どうしてもこのね、9mm。普通のね、モーゼルの弾だったらね、こんなに幅広でなく、ちゃんとしたリアルな形状でもできたと思うんですけども、ただ、弾を飛ばさずに、いつものレーザーだけだったら。まあ、いかんせんね、この弾を飛ばすマキシム9の応用になってるんで、まあ、結局シリンダーもちょっとね、あるんで、ちょっとね、ボルトの形状もちょっとかなり変わった感じにはなってますけども、まあ、なかなかに遊べるんじゃないですかね。僕の場合はこのプラダンだと、ダーツで飛ばせる。もう水弾はちょっとね、使えないんで、初速は安定してるんで、ダーツ遊びもできますし、まあ、レーザーの遊びもできます。ただね、レーザーの調子がちょっとよろしくない。出たり出なかったり。特に初弾の時がね、ちょっと出ないのが多いですね。で、あとですね、これ、僕の、これも僕のだけかもわかんないですけど、この位置ですね。斜めとかになってるんじゃなくて、この位置、これが、弾がちょうど上になってるような状態で放り込むと。で、このね、止めもですね、この一番後ろにしといてですね、押し込んだ時点でここにはまるような感じで、放り込まないと、このまますぐ入れると、レーザーがきちっと出る。まあ、横っちょ向いてるとね、ちょっと出にくかったりがするんですけども、まあ、そういう症状がある。でね、僕のは幸いにもですね、なんかゼロインしなくてもですね、普通に狙ってまっすぐね、4メートルだったらね、正確に狙えました。ボイスキーさんから購入してたですね、LBBZ の方がですね、ちょっと調子が悪くてですね、ちょっと反応が悪くてですね、ちょっと実写も撮れなかったんですけども、まあね、同じ暗優勢の昔のやつ、あっちはね、ちょっとね、感度がちょっと悪いんで、うまく狙わないとね、反応してくれないんで、そこがちょっと難点だったんで、LBBZ だとね、こう、感度が甘いんで楽しめるんですけどね。で、まあね、一番多かったのがですね、まあ、使い込んでるとですね、このマガジンのとこですね、このリップの部分が甘くてですね、球弾するときにビヨーンってこうね、自弾っていうんですかね、がね、自弾を送り込むと同時にこっちからビヨーンとこうね、出ちゃうっていうね、現象がね、多発してきましてですね。で、そこがそれですね。クロネコ YZ さんのですね、直伝の、このアルミテープ、両側に貼ってですね、こちらの方でちょっと対応しました。で、両側1枚ずつだったんですけど、もう1枚ずつ貼ってもいいかなって感じですかね。全然問題ないんですよ、これでも。ただ、もう1枚貼って、こう締まった感じになってる方がいいのかなって気はしないでもないですね。こういう感じでビヨンってね、出ちゃうんですよね。勢いがあると。はい、こんな感じでね、廃墟はもう全然問題ないです。まあ、ちなみにプラカードなんですけども、これも見にくいな。まあね、この入れてる時点でね、もうね、ビヨッとこう飛び出す加減になってるんで、まだちょっとね、僕の個体は、アルミテープでは、1枚では、ちょっと役不足だったって感じですかね。よいしょ。プラカードにしましても、はい、このようにして問題なく、マキシム9のやつが本当にね、ちゃんと使えますんでね。で、まあね、発射サイクルはまあちょっと遅いのかな。けどね、モデルガンに比べてね、初めにも言いましたけどね、こんなに快調にね、弾き出してくれるモーゼルはね、ないんで、まあ、後継云々はありますけども、まあ、素晴らしい仕上がりになってます。
まあ、あと残念なのはね、ロングマガジンが欲しいですね。10発打ち切るのはね、めちゃめちゃ早いです。まあ、当たり前なんですけど。モデルガンだと本当にね、フルオートでガガガガって打って、で、あとの掃除が大変っていうね。まあ、そこの手間がないだけいいんですけど、やっぱりね、ちょっと相談数10発は少ないかなっていう感じですね。まあ、贅沢な話ですよね。こんだけ会場に動くのに。今2発出ちゃいましたね。こんな感じでまだちょっとねリップの部分が甘いってでも問題なく動くと。であとマキシム9と違ってですね、これカートが入ってないとねレーザー出ませんので、マキシム9はね入ってなくても出るんですけど、こいつはね出ません。その辺だけちょっとねご注意ください。このね動作に関してはね本当にね問題ないです。であとそれとですね、マキシム9の時はこれ今コッキングされた状態ですよね。なんで、まあ、常にバッテリーを外さないとこのコッキング状態が、ね、解除されないですよね。でもこのねモーゼルはね、まあ、そのねこれがねセミオートがきちっと効かない原因になってるのかもわかんないんですけども、軽くね落とすとですね、これでもうエアーが出てですね、このピストンが解放されてるんですよ。でもう一回引くとこのような感じで出るんで、別にバッテリー抜かなくてもこのまんま軽く引いてエアが出るのを確認できればこれでもう解放できてますんでね。であとですね、このバッテリーの取り回しですね、一番めんどくさい、これがほんまにねめんどくさいので、ちょっと僕の状態がどうなっているのかと言いますとですね、ちょっと外しますね。今ここ抜くんですけど、僕の場合ちょっとここ押さえててですね、抜けたらある程度こっち側を外します。はい、こういう感じで今取り回しになってます。こっち側に一応表示のあれが来るようにしてですね、で向こう側に、バッテリーの充電側を持っていってます。で手前にこの基板を持ってきて、でバッテリーの接続部分を手前に持ってくるっていう形になってます。でここがね当たっちゃうんですよね、どうしてもここが狭いので、まあ、先にこっち側を通しておく、必ずこのピンを通しておかないとこの取り回しが今結構ね当たってるんですけど、なんでこいつここの当たる部分にですねちょっとなんか巻いてやった方がいいかもわかんないです。あとはここですね、配線がちょっとね出ちゃうんで、ここ挟み込まないように、ここねぼっち、こことここですね、ぼっちがあるんでこの上から入れるだけなんですけど、まあ挟むことはないと思うんですけど、ちょっとねこっちの方を合わせるような感じでこっち側を押しといて、まあ、ネジはちょっと当然出ますけど、でこの状態で締め込んでいくと、まあ、これが一番僕の状態では一番いいですね。だからバッテリーの取り回しはちょっとねかなり面倒ですね。自分でちゃんと位置決めしてやらないとバッテリーの配線を傷めちゃいますね。まあ、最大の欠点はそれかな。まああとはねもう本当に100点、僕的にはもう完全に100点です。ようやっとね、まともな、まともわかんないですけど、ちゃんと動くね、モーゼル出ましたんで、もうそれだけで満足です。あとはもう、P38 ですね、悪さ。これがもう出たら完璧ですね。もうそれが出たらもうフィンガーアクション買わないかなって感じですけどね。とにかくね、早くね、悪さ P38 出してほしいですね。というわけでですね、今回は、以上となっております。面白いと思った方はね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、また次回の動画でお会いしたいと思います。いやー、楽しいなー。